お久しぶりで。ねえ、お久しぶりで。ね、結構会うかなと思ったら、どこも会わないですね。ほんまですよね。いやでも中村さんで僕あの SNS で結構あの沖縄方面行ってるとか見かけますよね。北海道とかね。北海道とかね。はいはい、さあ、中村さん、はい、今回はスミスさんからということで。そうです。このジェアジレイはメーカーとしての投稿は初めて違います。あ、そうかもしれません。ね、なんかいろんなね、ライトジキングとかね、はい、いろんなタイトルでありますけど、はい、スミス初かもしれませんね。かもしれませんね。はい、はい、どんどん商品紹介もいきたいと思いますが、さあ今回どんな特徴にいきましょうか。ね、商品紹介、そうですね、言い方、はい、最近ね、はい、これ言われたんですよ、1週間前に。もっといきますか。はい、中村さん5年ぐらい前に、はい、サンラインさんの動画で、はい、潔をね、島で入れ食いになってる動画見たんですよ。はい、SLJ か何かで。そう、そうそうそう、はい、先生、まあ、走る時ですよ。はい、あれ、潔動画ですね、トヨタ。今、釣れないんですよ。え、釣れない、イサギって釣れないんですよ。釣り尽くしたん違います。いや、どうなんだろう、ちょっと人聞き悪いですいや、それだけ釣るアイテム持ってますから。なんでか言うとね、なんで海の環境も変わってるんですね。もう、あ、今ね、志摩半島かわいそうなんですけど、はい、海女さんがもう今泣いてるので、もう今海藻が温暖化で、はい、もう水温が2度ぐらい上がってきた、はい、お船の魚とか分かります。水温2度って大きいですよね。うん、あのね、例えばアカハタっていう魚、アカハタ、これ結構南方系だったのって皆さんそういうの、はい、どうなんだろう。そうですよね、三重県の志摩半島ってね、アカハタなんか見なかったんです、15年くらい前は。そうなんですね。今入り食いなんですよ。へえ。でアカハタとか、はい、まあ、そういったハタ類って、はい、どう猛だから、うん、例えばイサキの稚魚とか、はい、卵とかを食べちゃうんですよね。なるほどね。でそれもあってもう食性が変わって、はい、そこの地域にいる魚のその、まあ、生態とかのあれが、はい、群れの数がバランスが全く変わっちゃってるんですよ。でそれと魚ってね、はい、あのジギング特にそうなんですけど、はい、まあ、小魚とやっぱりインビゲートしてるわけですよね。そうですね。一種自体がヒットしやすいので、はい、だから、エビカニとか、はい、それからプランクトンとか食ってる魚って、はい、なかなか口を使ってくれないんですよ。なるほど。イサキって雑食性で、はい、食性が小魚の時と、はい、でそういうあのエビカニの構成って言ってるのと分かれるんで、それが水温とかそこの場によって関係で変わってくる。5年6年前って言った時は、はい、イワシをたくさん追ってたんですよ、はい、ところがそのイワシが今いない、いない、その時期だから釣れなくなってるんですよ。辛いっすね、はい、ところがね、はい、やっぱり見向ければそんだけいろんなものは変わってるんで、はい、じゃあ深いところ行ってみよう、うん、僕同じタックルなんですよこれ、はい、めちゃくちゃ柔らかいっすよこれ。ライトタミさん、あの餌食になると思うんですけど、はい、この竿知ってます？スーパーライトの竿なんですけど、はい、ちょっと思ってたら出てください、はい、パッキングライトこんなもんあるんですか。めっちゃ怖い。こんなことが可能な竿なんですね。すごい粘りありますね。そうなんです。これなんでかって言ったら、ちっちゃい魚でも楽しめて、はい、軽いジグでもナチュラルに動かせるんですよね。あ、なるほど。だけどでっかい魚がかかった時に、はい、しっかりリフティングできるようにこうなってるんです。はい、おー、すごい。っていうことは、はい、深いところで重たいジグを動かせられるんですよ。あ、そっか。でしょ。乗りますね、重心下に。スーパーライトイコール30m、40m までの釣りっていう、はい、固定観念を外して、はい、これで 100m 行ったわけですよ。ほう、行きます。どうなりました。そうはね、はい、0.85、 糸が細いこと。 P0.8。 そう、100m に 0.85 で、はい、落とすと、はい、潮が滑らかであって、まあ、素直であったり風の状態とかが、はい、素直であると、はい、大体イコールぐらいかイコール以下でそこ取れるんです。へえ、そうなんですか。そうなんですよ。で、まあ、スミスさんから TG スローっていう、あ、これ、はい、ピンクの下出てきたお前一緒出てきたけどステッカーがタングステンのね、はい、TG スローっていうジグ作ってタングステン、はい、タングステンなのにスローなんですよ。どういうこと。あの今市場にあるタングステンジグって、はあ、大体シャクリ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 で食わすジグが多いんですね。そうですね。ところがこれあの本当に非対称で、はあ、ゆっくりこう横向きをとにかく長くなるように設計したんですね。はあ、タングステンっていうのは4尺って、はあ、糸を緩めるとスッと落ちちゃうんですよ。そうですね。だけどこれ横向きをキープするんで、はあ、こういう柔らかい竿で、はあ、ワンピッチでフワン、そう、はあ、もうイメージってフワンフワン、こんなイメージというと、こうやってストーンとかじゃなくて、うん、もう横向いて食べるんですよ。シューン、シューン、シューン、全部振ってまいりますね。ほら、食うでしょ。食いますね。で、はい、食うどころか、はい、魚種が増える。はぁ、すっごい魚種増える。
そうなんだ。一回ロケでですね、はい、まあ、これももう 4,5 年前の話ですけど、朝一しか沿岸の浅場にイワシが入ってこない、はい、もう9時10時になって太陽が上がると、はい、さーっていなくなっちゃうんですよ。朝一だけ取れちゃうんですから、そこでウサギとか、はい、まあ、浅いところの魚を狙う。なるほど。時間過ぎたらこうだん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 深いところに行くんですよ。なるほど。だからね、はい、空原さゆりさんと、はい、半日のロケで20目20匹なら分かる。20目です。20目ですよ。覚えてます。いやいや本当にもうね、あの浅いところはね、はい、まあ、イサキとか、まあ、エソとか見えましたけど、はい、深いところ行くとですね、レンコダイ、その時ヒラメも釣れたし、はい、まあ、マダイも釣れたし、それから、ね、ホウキハタ、はい、でこれでね、あのこれはまた別のワロケなんですけど、150m まで行ったんですよ、水深が。水深が。でこの竿を使ってやったら、はい、ちょっとギリギリ上がんかったんですよ。これ150までですね、皆さん。大体そうですね。で村山さんどっから出てきたんですか。村山さん、こう思うんじゃないですか。ポケットですから、ね。はい、これ村山さんも非対称、こうやって一緒に考え方なんですけど、はい、非対称でめちゃめちゃゆっくりこう漂ってくれる人物です、はい、これもちょっとこう漂うんですよ、はい、でこれも 0.85 を使って 120m ぐらいの底でゆっくりやってあげると、はい、これまたいろんな魚が飛ぶんですよ。そうなんですね、はい、その時は枝ダイでしょ、はい、8匹でしょ、細いこのレンコダイとか、まあ、ムツとか、だからちょっとこのね、糸の一番の肝は、はい、糸の細さ、細さね。ブリが頻繁に食ってくれ、それしなさいとは言いません、はい、それは違いますよね。だけど、このようにその多種多様な魚をいっぱい釣りたいなときに、はい、一回こういうタクロを使ってます。で、こういう輝く時期、なるほど、タクしてでもこういう、こうゆっくりやるように作ったり、はい、ブラワーズもそう。で、カラーも面白いですよ、これ面白いですね、目も片方しかないし。そう、ブラック、はい、皆さん黒って使う気あります？なかなかないでしょ。なかなかね、ブラックゼブラめっちゃ目立ちますよ。シルエットなのか包丁なのか、これ下側のそうなんで、ゼブラってなんでゼブラかっていうとね、下から見たら大体太ってる方側がシマシマなんですよね。これなんでかって言ったら、これが下向くわけですよ。下から見たら太陽光に光ってる部分が溶けて見えなくなる。なるほど。ところが黒だけが見える。今日はちっちゃいフレがいっぱいおる。ああ、そうか。あ、カモフラージュしているから黒しか見えてない。そう、だからこれで言うと 1,2,3,4,5,6,7 8匹の物体が動いてるんですよ。っていうのがゼブラのオスなんですよ。はあ。でもこれ塩とかしゃくり方によってはこうなったりこうなったりすることが多いんですよ。まあ、全体的にこっち側になる。だから見えたり見えなかったり、はっきり見えたりするわけです。これがそのあのチラリズム、魚を興奮させる磯なんですよ。なるほどね。あのホロとかとは違うまたフラッシング効果があるような感じですね。そうなんですよ。でこのジグ使い出したら、はい、アカムツでしょ、はい、アラでしょ、で北海道の鮭でしょ。鮭も、鮭まあ釣れる。え、鮭ってどういうジギングで狙うんですか？ジギングでね、はい、それ1ヶ月限定なんですけど、はい、100m のボトムでね、大体250g ぐらい使うんですよ。でそこから 3m の釣ります。 3m。 でその 3m をやっぱり、はい、あのアピールさせようと思ったら、はい、村松さんですよ。村松さんね、横向きでじわじわ、まあ跳ねさせる必要はないぐらいのあの鮭ジギングで使うんです。そうなんだ、はい、これも4メートルから6メありますね、細かく見たら。そうですね。じゃあもうこう、まあ、スライドもするし、うん、ひらひら、そうですね、押し合いながら、ええ、これ 3S っていうのが村山さん 3S っていうのがありますね。これはなんてやるとスパイラルしてスライドしていって、で、ロングステイです。なるほどね。3つ S があるんです。 S、 あ、その 3S ですね。そのコンセプトから入っていって、はあ、そのコンセプトに近くするように作ったのがこれです。ジグ作りっていうのはまずコンセプトを作るんですよ、はあ、ゴブリンもそうですけど、はあ、ゴブリングするジグを作る、はあ、そのジグっていうのはまず作ってみた、やってみた、釣れた、じゃあ出そうじゃないですか。やっぱり各メーカーみんなコンセプトを作る。今この世にないですよ、ね、こうやったら釣れるんじゃないかなっていう形を追求していくのがこれなんですよ。なるほどね。なんか僕見てると中村さんはこういう風に釣れてほしい、この魚をこういう風にみんなに釣れてほしい、だからすごいイメージして入るから分かりますね、その考え、ね、それを裏切られることも多いんですよ。いい方向に裏切られるそれもありますよね。え、こんな魚も釣れるのと思う。あ、
なるほど、ね、特にスーパーライブやりだした頃にびっくりしたのは、はい、ベタが頻繁に食ってくるんですよ。あれはやっぱりゼブラカラーとか使うそうなんですけど、はい、バラバラの物体が動いてたらゆっくり動くから、でベラってそこにあるその、まあ、サンゴとか海藻とか、はい、ああいうのがついてるところにある虫を食ってくるわけですね。ああなるほどね。でジグってポンと落ちた時砂漏れがバッと落ちてます。砂漏れ切った時に、はい、だいぶ寄ってくるんですよ。なるほど。で寄ってきたやつに食いやすいゆっくりって動くんじゃなくて、はい、ポンって出てくるわけです、はい、そら食うわな。食べますね。はぁそれが味噌なんです。そうなんだ。あ、一個面白い話。なんでしょう。いっぱいありそう。ジグがね、はい、ハタあるカサゴって根魚じゃないですか。はい。で、なぜか同じエリアでカサゴばっかり釣る人と、はい、ハタばっかり釣る人と分かれるんですよ。何が違うんでしょう。これはね、はい、ハタっていうのは落ちてからプッと上がったものなんですよ。ほう。カサゴっていうのは落ちてから寝てるものなんですよ。あ、そうなんですね。だからそことでしてもたもた生死はカサゴですよ。でそこにゴトゴトップして根がかりが嫌やからパンって離さす人はハタがいます。ハタ釣り化けできるんですね。できるんです。だからそれは釣りたかったらそういう風にする。あそうなんだ。全然商品の紹介なんだから、ね、いやでもその中にうまいことね、あこれをこう使ったらいいんだって想像できますもんね。まあ何しろね、そのマーマサ TG スローっていうのは、はい、その今住むしのコンセプトになって昔あった時期と違ってやっぱ横向きに長く沈む、はい、で横向きに沈めるとファーストボールも遅いじゃないかって思われる方いらっしゃると思うんですけど、はい、糸を張って落とすとまっすぐ沈むから速く沈むんですよ。だからボールの時もよくねバンと指で止めて返すと一回横向くんですよ、はい、でそこで糸フリーにしちゃうとスーッと横向きを長く表現しようと思うとラインスラックを入れる尺にしなさいって思います、はい、あれ尺って糸を張ったまま巻いていく人っていうのは、はい、尺ってせっかく横向いたのに、はい、こうなっちゃうんですよ。そうすると落ちちゃうんですよ。なるほど。だからこういう非対称型の趣味で、はい、ゆっくりやろうと思ったら必ずラインがたるんでると一回ずつ。なるほどね。それができると、はい、こういう大事なタッチフワッフワッっていう感じが水の中でものすごい魅力的なんですよ。できると。確かにライン操作って大事ですもんね、ジギングでね。サワだけ見てると、はい、やっぱりそうじゃないなっていうのが分かる。ライン見てもらうと、前人が大体頼んでるんですよ。なるほど。そうするとジグに食わせる前が上手にできてるんですよ。そりゃそうですよね。このね、ショートの部分でも、ラインテンションあったらそばストーンといきますよね。そうです。TG で。はい。それがやっぱりこれを長くしようと思ったら、はい、まあ、針のバランスとかいろんな姿勢とかも細かいこと言いたいのがありますが、はい、ところが一番の要素はラインを引っ張らない、はい、引っ張ったらこうなったら落ちる。なるほど。これを大事にしてくる。でスーパーライトビームジグが重いんだか軽いんだかよくわからない名前ですけどね。スーパーライト軽いんでしょ。スーパーライトディープジグ、はい、ディープジグ面白いですよ。これが一回やってみようって言った、はい、まあ、ただね乗り合いでね、はい、1人だけ 0.8 を使うのは多分ちょっと難しいと思うんでね、はい、今そういうのも増えてきてるんですよ。あこの時間帯見たんでちょっとライトのタックでやりましょうよっていう提案を僕言われどんどんしてるんです。そうなんですね。だからやっぱりこの時間はどうしても魚が食いづらい、はい、あそこ行ってちょっと雑魚釣る、はい、だったらこういうタックの1個持ってこうやってでこの時間これやるやってくる。昔スーパーライトがそうだったんですよ。どうだったんですか。だってスーパーライトジギングで僕これやりだしてから、はい、タックルで、ね、6人の中でこれだけ下だけこれ持ってたらさ、ああそっか、卑怯先輩です。絶対釣れるもん。下手したら迷惑かけるかもしれないぐらい。そうそう、迷惑かかっちゃうんですよ。でも僕それを思って最初言わなかったんだけど、はい、この曲げられる竿、曲げで止められる竿が作れてから、はい、このスーパーライトっていうのを世に広げようと思ってる。でそれが今ディープにどん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 働いてるんですよ。ディープでもこの差を使えば 0.85 目いっぱいの力で引っ張り上げるとかなり速く上がってきます。なんかそういうの聞いてたらもうこのスーパーライトのタックルだけでいいやん、結構ヘビーなジギングタックルいらんやんってなりそうやけどまた違うんですよね。そうですね。だからやっぱりクリヒラマサがバンバンヒットしたらいいやんで、それ使うのは NG だと思うんですよ。なるほど。でそっちの方が手が早いし、はい、だからあとでっかいジグで動かすことによって食う魚っていうのもいますから。なるほど。コンボとかね、ああいうのはスーパーライト使う人は全くないです。わかりました。さあ中村さん、ちなみにこの間も SNS 見たらいろいろ石垣の方とか沖縄行ってますけど、どうでしょう、これから年末年始向けではどんな兆候が増えるんですか。
水曜日からニュージーランドに、ニュージーランド、ニュージーランド 0.8 号から8号に持ち替えて何狙いなんですか。キングイッシュ平技ですね。どれぐらいのサイズか分かるんですか。アベレージで20キロから30キロぐらい。でアベレージか、ワン長高で40キロがたまに、たまに40キロが1匹か2匹上がるんじゃないかな。もうクレーンで上げなんないやつ。いやもう、平野その40キロってね、効きますよ。やっぱりその背の荒いところで背に向かっていく魚ですからね。マグロとはまた違うところね。そうでしょうね。これはやっぱスリリングの面白いですから、ね、もう20キロ超えたらそうそう上がってこないでしょ。まあコントロールの仕方にもよると思うんですけど、そうです、ね、トップなんかでするとね、はい、意外とスッと5分ぐらい上がることもあるし、あのそれはね、魚とのその、まあ、糸の太さとかドラゴンの締め方によって、はい、魚とコントロールしやすいんですよ。でマグロ皆さん時間かかるイメージが多いじゃないですか。ありますね。あれって、はい、糸の強さを 100% で出し切ってないというか、だいたい下に入っちゃう時の糸が出ちゃうんですよね。そうですね。こっち的に巻きやすいからバカです。そこで出たんですよ。そのところに返します。どうしたらいいんですか。ここで止めるんですよ。止める、絶対出さない。怖いっすよ。ただ魚って外す瞬間大体分かるんですよ。はい、うわっなるわけです。そしたら離すんですよ。だから瞬発的に走ってくやつ止めたら切れますから。そうですね。だけど横向いてこうやって圧力かけてるやつは、はい、絶対移動出すよ。無駄じゃないですか。ああこの動きで分かった。なりますね。この時に移動出さない。要は3号でやってた、やってて気合だな、50キロかかりました、はい、だけど3号って50ポンドあるんですよ、はい、20キロぐらい耐えられるんですよ。ちゃんと結べてね。なるほど。そしたらもう静かみですよ。両手で押さえてるんですよ。あともういいんで巻きやすいところ見たらまあいうやり方ができるようになれば、はい、マグロでもね、もうほんと僕50キロぐらい食べると本当にもう全部が大体平行に投げられる。それはこのスーパーアイとかやれる、はい、学べるんですね。なるほどね。 0.85 12ポンド、はい、5キロ強、だから5キロのドラッグかけますこれ。で引っ張ります。引っ張れないです5キロ。引っ張れない。で大体3キロぐらいですマックスね。3キロだとねこれね本当にジップがここまでいったんですよ。そんなに曲がるんだ。僕あの3キロのこれ破壊強度3キロって書いてあるんですよ、はい、だから試しに3キロ持ち上げてみようと思って、はい、こう湯たんぽに水ためたら3キロになるんですね、はい、でそれをこうやって立ててギューッと持ち上げたら持ち上がるんですよ。でそれができるんですよ。粘りあるな。 0.85 でも3キロで切れないんですよ、はい、だからそういうファイトができるようになると、はい、そうすると2号を使って 1.5 キロのドラグで糸をさあのドラグを触らずにファイトする人と3キロまでイメージして 0.85 でファイトする人と、はい、そんなにファイトスピードって変わらなくなるんですよ。そうなんですね。いやもう経験とやっぱ技いりますね。それがスーパーライトっていうのは頻繁に大きい魚がヒットするから練習になるんで、はい、皆さんぜひ本当はそういうのをやってほしいんですよ。やってみたいですね。うん、あの釣りの上達っていうのは経験値ですから。そうですね、うん、だからやっぱりいっぱい魚かけてもらって、はい、いっぱい大きい魚とギリギリでやり取るんですよ。それが面白いですよね。これが釣りの醍醐味ですね。なんかまあスーパーライトはね本当はギリギリこう生きる限界を試してみる、うん、そこから僕も虜になりましたもんね。あ、これ徳島でスーパーライトでアジ釣ったんですよ、はい、そしたらトンボかかったって。いやなんかルーラーあったんですけどね、結構すっと開きましたよ。上がったんですか。だからそういうことができるんです。これ使ってこのタックルソリッドね、はい、ソリッドでもいろいろありますよ、うん、ピンからキリまでこのソリッドですよ、はい、このソリッド、はい、HSDC です。こいつは本当にねフルソリッド、フルソリッドですよ。これはあの昔からこのクオリティが高いあのソリッドなんで、はい、モデルチェンジはしましたけど、はい、技術は変えてないです。変える必要はない。この竿を使い出してからそういうミラクルなことが起こるのかな。ぜひぜひですね、そういうスーパーライトのタックル使ってですね、使ってほしいですね。この可能性を試してほしいです。さあニュージーランドはちなみにあの飛行機で行きますよね、はい、タックルとか今あの長さ制限とか難しくないんですか。もう航空会社で違うんですよ。あそうか。で意外と国際線は割と通ります。あの長さまあまあ行けます。なるほどね、はい、じゃあまたあのニュージーランド編は SNS で要チェックですね。そうですね。何日間行くんですか。10日間だけどスリーキングっていうてね、はあ、北島の先端のまたさらに上にあるスリーキング諸島っていうところです、はあ、船中泊なんですよ、はあ、6日ぐらい行ってて釣りが5日ぐらいできるから。へえー、そうなんだ。ずっと釣りっぱなしで、まあ、年内には戻っていいね。年内に戻ってきて、はい、帰ってきて成田に着いて名古屋で家族と集合して、はい、淡路島に家族旅行に行くそこでは釣りはないです。大丈夫、温泉旅行にね。じゃあ釣り納めはニュージーランド。そうですね、はい、ありました。いつもでもね、はい、31日釣りを納めて、はい、で2日に釣り始めするんですよ
全然休みないですね。わかりました。はい、ぜひ皆さんもね、あのスミスのタックル使っていただきたい。もちろん中村さん今日もうスミスさんブースずっといますよね。あ、はい、あの今回はスミスさんブース、はい、ありがとうございます。できて立っております。わかりました。張り付いて張り付いて、であのブースでは販売とか何かしてるんですか。あのね、ガラポンやってるんですよ。おガラポン。それでガラポンやってて外れなし、もう絶対ジグが当たるんですね。ジグが当たる。ジグ500円なんだけど、今日は朝から竿4本で来てる。そうなんだ。どんだけ入れたんねん。何本持ってきてたんですか。いや最初3本って言ってたのに、はい、もうだから裏から出せましたよ。朝あるかどうかわからへんけど。想定外ですね。想定外ですよ。それはガラポンは今日は数日かなと思う。やるはずですよ。勝利ともあると思うけど、なんかすごい人気で、もうあっという間に竿が4本出たから。ほんまです。確率いいですね。そうですね。1頭が竿で、2頭がね、はい、なんかメジャーとか、うん、あの美濃とかいろいろ好きなのを選ぶ。で、3頭がジグルと。なるほど、はい、ガラポン1回500円。そう、それとあとね、はい、この村正 の、 あのイベント限定から、はい、90本しか作ってないやつが、はい、売ってます。もう売り切れになってる。違う、いやまだね 250g なんでね、ちょっと使う違う、はい、あそうか、回帰も考えると。そうなんです。しかもねこれだってそのカラーにさかですね、はい、あの鮭ジギング行った時のご当地の日本のブルーバリーっていう、方が考えてくださったから、はい、まあ、これがね際どいカラーなんですよ。どんな際どいです。いやもうね、裏が黒で表がピンクで、チャートが四隅に入ってるほんま限定カラーです。そうそうそう。で、水の中に行ったらね、すごいですよ。チャートがピャッちっちゃい魚がいっぱいおるんで、そのカラーは、まあ、北海道の人って大体ギトギトのカラー使うんですけど、こっちでも使えるんじゃないかな、こっちでもちょっと振らしてって言って、60本だけこっち残してる。なるほど。それが今日、明日、いつもそのままかけました。2500円。いいですね、これぜひぜひ使ってください。はい、わかりました。じゃあまあその後ね、あのスミスさんブースで、はい、ぜひ中村さんいますので、はい、また後ほどトークも楽しんでください。はい、スミスの、プロスタッフ中村さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。